乾杯します。あ、でもこれさ、めっちゃ強くないですか。ちょっとやめようか。飲もうしか。うん、そうやって強くなってる。こんがらげんすかね。うん、ちょびとですよ。とろび、とろび、とろび。じゃあいただきましょう。あ、じゃあごちそう、いただきます。乾杯。乾杯。うん、ピンサワーの味で、そうです。コンチャ、うん、コンチャって韓国で人気なんですか。そう、しかもコンチャ肌にもいいからおすすめ。うむ、うめぇ、うん、おいしそう。うめぇ。今日挨拶なかったね。うん、いつもの好きで。やります。じゃあカメラもお互い向かってやります。やろう。せーの、カシャカシャ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんと。なんかいいじゃん。みんななげてる、さみちゃんです。みかです。これは何ですか。プデチゲ。プデチゲ食べたことある。食べたことないです。本当に。プデチゲってソーセージとか、はい、そこなんかいろんなものをミックスして、はい、なんか鍋か鍋みたいな。なんかプデチゲって、はい、なんかルデって何かわかる？え、わかんないです。あ、じゃあ、ユーカの韓国語講座。なんかルデって、はい、舞台のことなんだよね。あ、ルデ。そう、舞台のチゲ鍋みたいな。うん、うん。はい、あ、ちょっと予約してまし、あ、たよ。そうそう、なんか戦時中とかの食べ物らしくて、なんか舞台とかでなんかお金がないから、いろんなミックスでソーセージとか出てるらしい。うん、え、美味しいじゃないですか。美味しい。初めて食べる味。ラーメンも入ってるから食べて。肩幅隠したいんだったら、うん、別にダルダルもいいんだけど、はい、なんか袖にちょっとボリュームがあるの、逆に着てもいいよ。目の錯覚効果で。これメンズのシャツなんだよ。これメンズなんですか。そう、メンズのシャツなんだけど、でもなんかその女の子が着てる風にちょっと大きい、わざと XL とか買って、テクニシャンじゃないですか。そう、まあ、そうやっていろんな男にモテるテクニック。自分で照れてるんですか。シュートしてない元男の子、うん、もう結構多くいらっしゃるんですよ、うん、そういう方々が例えばタイトな服着た時のズボンとか、うん、絶対にあれじゃないですか。どう、まあ、もっこりするじゃないですか。タイトでももっこりセーフみたいな。そしたら逆にスキニーだったら、でもやっぱりそこってもうどうしようもない部分みたいな、強制下着とか着ない限り、うん、多分隠れないかな。韓国人の知り合いもやっぱり大久保寄りの方が、うん、韓国人好みの、うん、こういう料理が多いって言ってました。そうかも。あっちのなんかほら日本のお客さんが多いから、ちょっと日本人寄りな味付けとかになってる。あ、なるほど。なんかあんま辛くなかったりとか。へえ、そういうことか。すごいかもね。うめえ。ゆっくり食べて。はい。優しい。優しい。うん。お店の方にはご協力いただいて撮ってます。うん。いい方だから、ね。なんかすごいさ、わかる？ホーム感すごくない？ホーム感が。ね。うん。お店のマスター。客席で座ってテレビ見てますからね。いいですよね。だからこういうのすごい好き。なんかあっちの本当に韓国行ったらこんな感じだから。あ、そうなんですか。店員さんとかも結構座ったりとかしてて、はい、日本の料理屋ってあんまないじゃん、そういうの。そうですよね、シャキッとしてますもんね、うんうん、いいですね、なんか居心地いい。うん。ゆうかさんの Twitter、Instagram は画面の下の概要欄に貼ってありますので、ぜひ見てみてください。また次の動画でお会いしましょう。